はい、それではご説明させていただきます。本日はありがとうございます。我々のところでは、このマイクローブ DB.jp というデータベースをこれまでずっと作らせていただいてますので、それに関してのご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、これはマイクローブ DB.jp というデータベースですけれども、これは微生物、我々が対象としているのは微生物でございます。微生物のデータの統合データベースであります。どのようにして微生物にまつわるデータを統合しているかというと、簡単に言ってしまいますと、こちらの図に示しているように、昨今いろいろデータが出てきているこのメタゲノムデータと、あとはオーソログの遺伝子データ、これをですね、すべてこの情報をゲノム上にこのようにマップをしてあげると。そうすることによって、遺伝子、ゲノム、あとメタゲノムは環境情報がございますので、こういった環境情報をすべて、統合していくことができるというような概念に基づいて、これらのデータを統合したデータベースを皆様方に提供しています。このマイクローブ DB.jp、ずいぶん前から開発を進めてきているんですけれども、バージョン2まではですね、公開済みの約17サンプルのメタゲノムデータ、あとですね、微生物のゲノムデータ、約1万7千株のゲノムデータを、当初収録したデータベースを作っておりましたけれども、その後、皆様方もよくご存知の通り、マイクロバイオム研究というのが急速に発展を、してきまして、現在ではですね、2020年の8月時点ですけれども、公共のデータベースに含まれている、マイクロバイオームのデータのサンプル数自体がですね、およそ230万サンプルにまで現在膨れ上がっている状態でございます。こういう状況を受けまして、我々のところもバージョンアップを急ぎました。猛烈にサンプル数が膨れ上がっている状態です。そこで我々は今年にまたってバージョン3を公開することにいたしました。で、このバージョン3のデータですけれども、先ほどのバージョン2と違って、メタゲノムデータ自体は163万サンプルを収録するに至ってます。で、またバクテリアのゲノムデータ、これドラフトゲノムデータも含みますけれども、これも約30万株のゲノムのデータを含んでおります。で、これらはですね、他、世の中に出ているメタゲノムのデータベースいくつかございますけれども、こういったものと比較をしましても、圧倒的な、データ数を誇っているわけです。で、我々が、整備しているのは、このデータ数が多いということだけでが利点ではなくてですね、実はこのメタゲノムデータ、公共データベースにいろいろ入っているんですけれども、実はもう、データを登録する方々が、割と自由にですね、このデータは何のデータだというのを、自由に、記入をして、データを投稿されているわけです。例えば、人腸内のマイクロバイオムデータの場合、ある人はヒューマンガットのサンプルですよという言い方をしていますけども、別の方々はヒューマンフィーシーズとして登録をされたりします。で、こうすると、例えば、データベースを検索したときにですね、ヒューマンガットで検索すると、ヒューマンフィーシーズのサンプルがヒットしなくなってしまうわけですね。そこで、こういう問題を解決するために、我々オントロジーというものを徹底的に整備してきたわけです。で、我々このメオというようなオントロジーを開発してきました。こういうこ、あの、えっと、ことを開発することによって、先ほどお見せしたようなですね、こういった表記の揺れっていうものをすべて、含んだような状態での検索が可能になってくるわけです。で、さらに昨今、発展が著しいこのヒトマイクロバイオームの研究データに関しまして、特に詳細に、メタデータもキュレーションしてまいりました。大体、人のですね、サンプル数42万サンプル収録されてますけれども、そのうちの年齢情報があるのは12万サンプルです。これちなみに、我々のデータベースに入っているヒトマイクロバイオームの年齢分布をここに書いてありますけど、こういった検索をすることもできるようになっています。で、また、さらにですね、人の体のどんな部位から取ってきたサンプルなのかというのも、注意深く我々アノテーションを進めました。で、また抗生物質を投与されているサンプルですか、あとプロバイオティクスを投与されているサンプルですか、こういったこともすべて検索できるようになっています。で、さらにですね、微生物が関係している人の病気に関しても分類を進めてまいりました。こういうことをやることによって、我々のデータベースではですね、例えば IBD に関与するようなサンプル数がどれぐらいありますかとかですね、あと、大腸がんに関するサンプル数がどれぐらいあるか、こういったようなこともすべからく検索をして、これらのサンプルをすべて集めてきて何か解析をするとかっていうことが可能になっているわけです。
で、まあ、こうやって絞り込み検索がいろいろできるようになってきて、まあ、これは例えば日本人由来のマイクロバイオムサンプルをまあどうやって絞り込んだ結果をこのように表しています。で、また、例えばキャンサーですね、がん由来のマイクロバイオムサンプルもこのように絞り込むことができるようになりました。また、これは環境ですけれども、土壌ですね、ソイル由来のマイクロバイオムサンプルの絞り込みもできるようになりました。で、当然、通常のですね、ドナー A とかの、まあ、遺伝子によるキーワード検索でありますとか、あと環境の単語、この場合はホットスプリング、温泉ですけども、温泉に関わるような、サンプルの検索もできるようになっています。で、また、これらサンプルを検索して絞り込んだ後に、まあ、それらを、まあ、横断的に比較をするというような、解析ツールも、進んでいます。で、当然こういった棒グラフで、微生物の群集構造を表すだけではなくて、まあ、昨今一般的によく用いられているようなこの PCOA 解析とか、まあ、この多変量解析のようなこともまあできるような、仕組みシステムになっているわけです。で、まあ、使い方でありますけれども、まあ、ここにちょっと書いてありますが、まあ、トップページの一番上のこういうブランクに自由に単語を入れていただけるとテキストベースの検索がまあ可能になっています。で、またサンプルの絞り込み検索等をしたい場合はですね、ここで、一番上のところでですね、メタゲノミックサン、アナリシス、メタゲノミックサンプルズをまあ選択していっていただいて、まあ、このように、絞り込み検索をする画面に移行していただきます。で、絞り込みに関しては、この右側のこのファセット検索というところに進みます。例えば先ほど例で示しましたように、まあ、環境でソイル、土壌由来のサンプルが集めたいよ、知りたいよっていう場合は、まあ、こういうところにソイルと入れて、検索ボタンを押していただけると、まあ、ソイルだけのサンプルを集めることができます。で、またここでキャンサーというふうに入れていただけると、まあ、病気に関するような単語を元にした検索ができるようになります。で、またユニークなのはこういった環境のですね、例えば pH の範囲を指定すると。例えば、アルカリ、非常に高いアルカリ環境で、のサンプルの状態、どんなバクテリアがいたり、まあ、そこに含まれる遺伝子群はどんな遺伝子群かというようなことを知りたい場合、まあ、ここでスライドバーでですね、範囲を指定していただくとか、まあ、あとテンパラチャーですね、温度、環境の温度もここで制御していただければ、そういうか検索もすることができます。また下の方に参りますと、人の年齢層でありますとか、まあ、そういったもの、あと BMI ですね、BMI ででも検索をする、絞り込み検索はすることができます。で、絞り込んだサンプルのうち、まあ、それらを統合的にこうやって比較解析をするということも可能になっています。で、さらに、我々のデータベースでは皆様方のサンプルを登録していただければですね、スーパーコンピューター上で、まあ、このようなパイプラインを使って解析をして、結果を出して、で、我々 microbeDB.jp に含まれているデータと、まあ、統合的に比較解析をするという機能も、まあ、備えています。で、今日は駆け足でご説明させていただいて、まあ、何のこっちゃよくわからないという方もおられるかもしれませんけれども、実は DBCLS のですね、統合 TV という、非常に秀逸な、番組がありますけれども、まあ、こちらの方で我々の microbeDB.jp の使い方も取り上げていただいていますので、こちらの方ともご参照いただければというふうに思います。また我々のデータベース、ここにおられる先生方のご協力のもとに構築をすることができていますので、ここで御礼を申し上げます。で、microbeDB.jp のバージョン3が出ましたので、皆様方どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。